お疲れ様です。今回はモストブルーリゾートをちょっと紹介したいと思います。場所はこちらですね。こちらって一体どこなんやって話ですけども、住所がここにあります。インドネシアです。こちらに写真が166枚ありますね。ちょっとクリックしてみましょうか。パチッと。はい。えー、こういう風な素敵なプール付きのホテルですね。ベンチもあって、なんとなく南国のリゾートって感じしませんか で、これが宿泊するホテルの中ですね。えツインルームが基本になってるのかなというところです。えー、外に出ると、こうやってリゾートチックな風景が並んでますね。これが写真です。で、夕日がこう、綺麗でね。リゾートですよ。これが朝食。なんか美味しそうには見えない家かな。<laughs> <laughs> でこれが出入り口ですねそれぞれ、えー、にビラがありますねクイルとライアっていう部屋ですかはい、えー、と外に出るとこういうふうに畑があっても田舎の風景が広がってますねはいこちらが朝食をとるところですけどもあーまあ非常に爽やかでねお手伝いさんが何人かいらっしゃいます でこれが朝食のもう一つのメニューで、アメリカンの方ですね。まあ、こちらを食べるようになるのかなと思います。で、ジュースもとっても美味しいと。まあ、4毒は一個なしになっちゃいますね。この時は。これがあエントランスですね。ホテルの受付に当たるところでございます。はい。えー、なんか書いてますね。で、これがカレーですかね。向こうのカレーです。野菜たっぷり。うーん。まあ、こんなところですか。 はい、でこれもこれは確かマッサージかなんかアロマを受けるとこですかねはいビールがこのように光ってますビンタンビンタンというんですかでこういうふうな形ですねこれもあのホテルの外なんですけどもここが共用スペースなのかなはい朝のフレッシュジュースがあってチャーハンみたいな感じですか で、再びプールの前景ってことになって、部屋の中ですね。うん。空はとっても綺麗で、ここでなんか朝食を食べたりするんですよ。で、日中はこのプールで、本当暑いんでね、プールに入りっぱなしでも全然変じゃないですね。ビーチサンダルに T シャツ1枚で過ごすような感じになります。まあでもね、蒸し暑いとか汗がだらだらっていう感じじゃなくて、暑いんだけど風が爽やかみたいな、過ごしやすい気候ですよ。はい。なんかね、 乱暴の世界に見えますね <laughs> はい夜のプールとっても綺麗です、はい、ここでディナータイムがあったりしますねでこれがホテル前でこの坂を車が上ってきてえお迎えとかねそれから行ってらっしゃいとかして行ったり来たりしますねここはいケチャダンスがホテルに来てくれてるところですねこれはね、はい、それから風景があると まだまだ写真ありますけども、切りがないのでこの辺にしときましょうか。はい。で、モストブルリゾート。ここですけども、一体どこなんやって話じゃないですか。ぐーっと引きますよ。はい。引くと、インドネシア・バリ島のテンパサル空港がここです。テンパサル空港からもうすぐのところにありますね。ぐーっと引くと、バリ州っていうのがありますね。インドネシアのバリ州。一体どこでしょうかね。 ボルネオ島とかトラック諸島はどこでしょうかはい、インドネシア本島がこちらですね。うん、すごい広いんですよ。ジャカルタ、新しい首都がここです。はい、ティモールなんてね、懐かしい。シンガポール、マレーシア、ここですよ。ね、これが、ラオスってのどの辺だカンボジア、ベトナム、タイ、フィリピン、ババパニューギニア。だから、ほとんどオーストラリアなんですよ。ね。 インドネパールを越えていくところですねはい日本がここです私が今いるのがここどうですか確か78時間の距離です私の場合はあの香港経由とかそれからあシンガポール経由でねトランジットしていくようになりますけどもこう直じゃなくて一旦置いていくみたいな感じですか、うん、まあこんなとこですねかなり遠いでしょ 時差がだいたい2時間ぐらいです。パパニューギニアここにあって、ほんとなんかこう、フィリピン海、南シナ海、東シナ海、ベンガル湾、うんなんか随分遠くに行くんだなって感じしますね。えっ、ー、と、数年前、ハワイに行った時のハワイはどこだったかなほノルここですね。ハワイの方がはっきり言って遠いんですけども、太平洋またいで。その時も確かね、 どこかを経由していったような気がするな。ハワイ直通じゃなくって。ちょっと忘れましたけども。あ、韓国経由だったかな。うん。韓国に一旦バックしていくっていうのがね、なかなか面白いコースですけどね。はい。モストブルリゾート、いかが映ったでしょうか。それでは、今回は以上です。